こんにちは。今日は大阪に来ております。今日午後から大阪でセミナーなんで、その前に朝こっちに入って、動物園に来て、撮影をしているところではあります。こんな感じでいつもの姿です。まだスーツケースを持ってと、そんな感じでおります。ちょっと YouTube 撮ろうとしたら蚊にやられて結構苦しんでいたところなんですけども、今日は自分がやった方が早いという話をしようかと思います。これはですね、自分がやった方が早いってなんかこうネガティブなことで言われますよね。だから例えば自分でやった方が早いんだろうけど、本当にそうかと、お金を払って人に任せた方がいいんじゃないかとか、経営者たるものを自分でやっちゃダメだとかですね、人を雇ってやるべきだ、任せるべきだとか、下手すると人にやらせるべきだみたいな、やらせるってもう嫌な言葉ですけどね、私は使わない言葉ですけども、なんかそういうふうなことってあるわけですよ。でも、ぶっちゃけ自分でやった方が早いっすよね一人だったら、誰かに頼むより、誰かに頼んで帰ってきてみたいなことをやるよりは自分でやった方がいいと。ただその代わり時間は使うっていうのがありますし、自分がやった方が早いっていう状況にならなきゃいけないと。でそういう状況ってどういうことかっていうと、そう、自分がやった方が早いっていうレベルにしなきゃいけないということになると、自分のそのスキルが必要ですよね。操作スキル、パソコンのスキルだともそうだし、そこを磨くっていう必要はあります。ただ一回磨いてしまえば、じゃあそのネットブログを触るとか、そのメニューを作るとか、ホームページを作るとかですね、なんかエクセルで何かを作るとか、こういった動画を編集するとか、写真を編集するとか、もうそれは基本的な操作スキルって一緒ですよね。だからこのソフトだけ慣れてるっていうのも、多少はあるかもしれませんけども、キーボードの操作だったりメニューだったりっていうのは大体似通ってるわけですよ。ファイル編集とかあったり、保存なんかもそうだし、大体コントロールと S と押せば保存になるし、コントロール C だとコピーができるわけですよね。だからそういうキーで体で覚えると、もうそれぐらいのスピードになってれば、もう頭で考えるよりも手が動かした方が早いと。でもちろん誰かに頼むよりも早いという状況にはなりますよね。だからその自分がやった方が早いっていうレベルになるには、まずスキルを磨くっていうのが大事と。ただこれ磨いてしまえば一生使えるわけじゃないですか。新しいソフトが出てきても使えるわけですよ。だから そこの根本的な根元のスキルを磨くのか、ずっと誰かに頼み続けるのか、どっちかですね。もちろん頼んだ方が楽だっていう方はそっちをやればいいかなと思うんですけども、何か人を雇っていて、人を雇うのがちょっと嫌だとかですね、外注も嫌だと、誰かに頼んでて、例えば YouTube の編集なんか頼んでて、その方がドローンしちゃうことって結構聞くんですよドローンしちゃうっていうのが、それはいろんな理由があって、仕事を抱えすぎて受けられなくなるとか、適当になるとか、あとはメンタルをやられちゃうとかですね、心の病になってしまうとか。でそれで YouTube やめた方って友人知人で結構いるんですよ。でも私は自分が動いてれば YouTube 編集って自分でできるんで、そこがネックにならないわけですよね。でせっかくいい人を見つけたのに、そのまた別の方を探すって大変じゃないですか。また一からその信頼関係を築いてみたいな感じになるんで、その人に頼むっていうのも非常にリスクがあるなと。で自分がやった方が早いっていう状況にしとけば、自分さえ大事だって元気だったらできるわけじゃないですか。もちろん、自分がその時間がなくなりすぎたりとか、そういうことになってしまうとダメですけども、そうならないようにすればいいわけですよね。で自分がやった方が早いっていうレベルにまで早くなれば、時間に追われなくなるわけですよ。ただ例外がありますね。例外があって、やっぱり俯瞰して仕事を見ていかないと、じゃあ早いからといってどんどん仕事を受けていたら、それはパンクしますよね。だから人が1時間でやる仕事を、5分でできるとして、でもその5分の仕事を12個受けてしまったら1時間結局かかるわけじゃないですか。結構そういうことをしてしまうわけなんで、だから早いんだけども仕事量は抑えるみたいな、そういうのがやっぱ大事ですね。強いんだけど本気を出さないとかなんかそんな感じですね。なんか早いから何でもできるとか、何でもできるからどんどんやっちゃうっていうのは、結果的に時間を失うってことになっちゃうんで、だから IT が得意な方が時間に追われるっていうケースってやっぱあるわけですよね。だからこのプログラミングですとか開発の仕事なんかいっぱい受けちゃって、ホームページなんか受けちゃって、もう全然回らなくなると。
で安くでいっぱい受けてしまうんで結局売り上げもそうそうないっていうことになっちゃうんで、そうならないようには気をつけなきゃいけないと。だからこれからその手を早くする IT スキルを磨くっていうその時からそれを意識しておかれるといいかなというのはあります。でもう一つ必要なものはやっぱり道具ですよね。まあ、ちゃんと動くパソコン、ちゃんとで便利なソフトっていうのを使っていかないと、じゃあ動画編集なんかも、まあ、フリーのソフトでもできますけども、まあ、私は Adobe のプレミアプロっていうのを使っているから、まあ、そこをちゃちゃっと早くできるっていうのがあるんですよね。写真編集なんかも Photoshop っていうのを使ってるので、で、Excel はちゃんと Excel を使うと。ちゃんと Excel を使うと何かというと、スプレッドシートってやっぱ無料で使える Google のがあるんですけど、まあ、やっぱ効率は落ちるんですよ。今度はちょっとその比較動画を上げようかと思うんですけど、まあ、ちょっとかゆいところに手が届かないみたいなのがあるんで、その Google ドキュメントと Word だったらまあ似たような感じですけど、 Excel はやっぱり差があるなっていうのはありますね。だからそういう適したソフトっていうのを選んでいかないと、まあ、なかなかうまくいかないということにはなります。で、WordPress はまあその無料で回るしかないんで、まあ、ネットを触るものですね。そのソフトを揃えるとか、あとサーバーを借りるとか、まあ、多少なりともお金っていうのはかかるわけなんですけども、外注するよりは安いですよね。ホームページなんかその運営を任せていたら、まあ、月1万円とか、もっと5万円とかかかるわけですよ。で、1万円なんだけども、その自分でサーバーを借りれば、1年間でまあ2万円とか、そんな感じになるわけですよね。だからそこで、まあ、スピードだけじゃなくて、お金もというところにはなります。で、もう一つですね。自分がやった方が早いってなるための秘訣のもう一つは、メンタルですね。メンタル。なんかですね。凝りすぎるとやっぱダメですよね。早くできたとしても、早くいろいろできるようになってくると、じゃあ Excel もめちゃくちゃ凝るとかですね。動画編集もめちゃくちゃ凝るとか。まあ、その過剰品質になってしまうと、まあなかなか時間っていうのは作れなくなるんで、自分がやった方が早いって言いつつ、どんどんやりつつも時間がなくなるってことになりますよね。だから私も動画編集、この YouTube の編集もいつもご覧の方はお分かりだと思うんですけど、必要最低限の編集なんですよ。で、今ちょっと人が来たからですね、ちょっと止めて、またここだけ繋げたっていう、それぐらいはやります。それぐらいはやるんですけど、今日土曜日でやっぱ多いんですよ。人が多いんで。そんなところはやるんですけども、あとはやらないと。で、音をちょっと調整するとかやることがあるんですけど、まあなんかこの、なんかね、いろいろこのテロップを出すとかですね、ポンって音を出すとか、そういうのはやらないですよね。だからなんかそこの、自分でやった方が早いっていう風になるように、クオリティを下げるって言ったらちょっと変なんですけど、うまく力を抜くって感じですかね。過剰品質にならないようにするっていうのが大事で、これって人に頼んだ時もそうだと思うんですよ。いやいや、そこまでやらなくていいよ。そこやるんだったら、もう早く仕上げてくれみたいなのってやっぱあるわけじゃないですか。あ、3日かかりますみたいな感じで言って、ね、3日間何かかるのって話になったら、ここをこうやってこうやってこうやってって話になって、もうそれだったらいいっすよと。もうここまででいいんで、これだったらいつできますかって言ったら、今日できますみたいな話になったら、もうそれでいいわけじゃないですか。なんかそういうことってやっぱりあったりはするんで、いや、これ自分でやる経理もそうですね。経理もですね、過剰品質なケースって結構多いんですよ。まあ、そこまでしなくていいと。まあ、そこまでしなくても、まあ、法律では怒られないし、税務署からも何も怒られないし、ご自身も困らないですよねと。でも細かく書いてしまうんですよね。じゃあコンビニで何か買ったと、それを細かく全部書いてしまうとか、じゃあファミリーマート何々店まで書いてしまうとか、入れてしまうとかですね。まあ、いらないですからね。いらないですし、まあ、分かればいいんで、ファミマでいいんですよ、ファミマで。なんかそういうふうな力の入れどころっていうのがそれぞれの分野ありますんで、まあ、そこの、まあ、メンタルといいますか、そこの心構えっていうのが大事ではありますかね。全部完璧にやろうとする。完璧主義だと自分でやった方が早いにならないんで、そこをちょっと気をつけなきゃいけないんですかね。完璧すぎだと人にも任せられないし、いいことないですよね。完璧主義ってもう捨てた方がいいかなと。効率化上は絶対捨てた方がいいかなっていうのはあります。まあ、そんなところで、ぜひですね、自分がやった方が早いっていうレベルを目指していただいて、そこを突き詰めていただければ、一人だったらもうそれができるわけなんで、ぜひやってみていただければなと思います。まあ、その自分がやった方が早い状態にしておいて、人に頼む、まあ、そこで頼む意味があるかどうかっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱり手が早いっていうのは大事ではありますんで、判断が早い、手が早いっていうのは、まあ、やっぱり限られた時間でどれだけ成果を出すかってなったら、スピードが大事ではあります。はい。じゃあ、今日はちょっと、おまけコーナーでですね、ここの動物園はですね、この間8月も来たんですけど、限定のガチャガチャがあるんですよ。で、今もう2回すでに引いてるんですが、まあこれがね、現金使わなきゃいけないんでしょう。もう本当ね、現金大嫌いなんですけど、ちょっとそこのおまけコーナーまでですね。
こう娘に住み子暮らしでこれを買っていこうかなとか思うんで、やってみようかなと思うんですけど、これですね、この限定のこのね、エビフライ、キリンとエビフライが欲しいんですよね。こんなんね、スイカでやらせてくれたらいいんですけど、まあ、たまにスイカもありますよね。よし、ここに限、もう見触れるというところに限定があるんですけど、じゃあ、何が出るかですね。あ、よし。よし、レッサーパンダとトカゲが手に入りました。多分ね、家の前にやったやつと被ってるんですけど、まあ、レッサーパンダ、私はレッサーパンダ一番好きなんで、まあ、いいかなと。2個あってもいいかなと、娘と一つずつにしようかなとか思っております。まあ、こんな感じですね。まあまあ、この作りがいいんですよね。こんな、このフィギュア。で、ニフレルにあったり、この間、どうだ、群馬サファリにもありましたね。なんか各地にこのコラボがあって、動物とすみっこ。動物とすみっこがコラボしてんですよね。こんな感じで。まあ、今日の大阪のセミナーはですね、大野明さんという方とコラボをするんですけど、元税理士で、まあ、税理士辞めちゃったんですよ。辞めちゃって他の仕事をやってらっしゃる方で、で私は税理士の仕事をその3分の1以下にしてるということで、まあ、その税理士とその以外の仕事、まあ、税理士だけじゃなくて他の仕事もやろうね、みたいなセミナーをやるんですよね。こういう、まあ、文字通りこういうコラボで。まあ、今日ちょっとこれもネタに使おうかなと思っております。まあそんなところで、まあ今日これで終わらせていただきます。ありがとうございました。